絶縁ゲートバイポーラトランジスタ。絶縁ゲートバイポーラトランジスタ。絶縁ゲートバイポーラトランジスタ。イベットは、半導体素子の一つで、モス f ッ t をベース部に組み込んだ、バイポーラトランジスタである。電力制御の用途で使用される。イベットは、サイリスタと同様に PNPN PN の4層から、なる、半導体素子でありながら、サイリスタ動作をさせずに MOS ゲートで電流を、 制御できる阻止である。このイベット動作モードは1968年に山城幸さんによって特許広報賞47から21739で最初に提案された。また、1968年には BW シャーフと J ディープラマーが4層の横型サイリスタでこのイベット動作モードを実験的に初めて確認している。この動作モードを持つ 最初の縦型素子は1982年に B、J ・ボリガーが e ムで論文を発表しており、また、同様な論文が1982年に J、P ・ラッセル等が IEE エレクトロンデバイスレターに投稿している。このイベット動作をする素子は、インスレイテッド、ゲートレクタファイヤー、リガー、インスレイテッド、ゲートトランジスター、イグッド、コンダクティバティ、マジェレイテッドフィールド、 エフェクトトランジスター、カムフェットやバイポーラモードモスフェットなどと呼ばれた。J.D. プラマーは1978年に4層のサイリスタでイベットモードで動作する素子を特許出願し、ASP ナンバー4199,774が1980年に登録され、B1 で33,209が1995年に登録されている。 JD プラマーの4層のサイリスタでイベットモードで動作する素子は電流が大きくなるとラッチアップしてサイリスタ動作に移るのでラッチアップが必然的に起きてしまう問題がある。1982年に発表されたイガーやカムフェットはスイッチングスピードが遅く規制のサイリスタがラッチアップしやすい欠点があった。イベットで ラッチアップが起こると電流が一点に集中して阻止破壊が起こるので規制サイリスタのラッチアップの完全な抑制がイベットの開発の目標となった。1983年にはボリガーやエイムグッドマン等によって電子戦勝者によってスイッチングスピードが改善され、またラッチアップ大量工場の努力がなされた。1983年には GE が サンプル出荷を始めたが、ラッチアップは克服されなかった。GE の阻止は大電流密度で、再利スタ動作してしまい、応用は限定され、その動作は JD ・プラマーの特許の範囲であった。ハンス・ W ・ベック・とカール F ・ウィートリーは1980年に、アノード領域を有する、パワー・モスフェット、パワー・モスフェット・ウィズ・アン・アノード・リージョンを、米国特許出願している。 この特許はいかなる動作条件でもサイリスタ動作しないノーサイリスターアクションな数アンダーエーニーデバイスオペレーティングカンディションスことをクレームしているこれは実質上素子のすべての動作領域でラッチアップしないことを意味している完全なラッチアップの抑制は1984年中川昭夫等がイームで論文発表したノンラッチアップイベットの発明によって 初めて実現された。このノンラッチアップイベットの設計概念は、イベットの飽和電流をラッチアップする電流値よりも小さく設定するというもので、1984年に特許出願された。完全にラッチアップしないことを証明するため、の素子用の DC 電源に直結して、不可なしでの期間、素子をオンさせた。の電圧が素子に直接因果され、 流れるだけの短絡電流が素子に流れたが、素子は破壊せずに後に電流をオフできた。この素子特性は不可短絡大量と呼ばれるもので、イベットで初めて実現された。これによって、ハンス W ・ベックとカール F ・ビートリーによって特許提案された素子の動作領域全体でラッチアップしないイベットが1984年に実現した。ラッチアップが完全に抑制された。 ノンラッチアップイベットでは、電流密度と電圧の積和に達した。この値は、バイポーラトラジスタの理論限界を超えており、ノンラッチアップイベットは、破壊体量が強く、安全動作領域が広いことが検証された。ノンラッチアップイベットの実現によって、ハンス・ W ・ベック・トカール・ F ・ビートリーの特許がイベットの概念上の基本特許となり、 中川と氏が発明したノンラッチアップイベットの設計原理が実際にイベットを実現する上での基本特許となった。これにより現在のイベットが誕生した。電圧制御型の MOS、f e トメタルオキサイドセミカンダクター、フィールドエフェクトトランジスターの欠点である、高体圧に伴って高くなる音抵抗による発熱と、バイボーラトランジスター、 バイポーラージャンオクショントランジスター BJT の低いスイッチング速度という欠点をそれぞれ補うように入力弾に MOS フェットを出力弾にバイポーラートランジスターを一つの半導体阻止状に構成したものであるゲートへ三日間の電圧で駆動され入力信号によってオンオフができる自己証拠系であるので大電力の高速スイッチングが可能な半導体阻止である 通常三小インバータを構成する場合、ゲート信号、トランジスタの場合は、ベース信号用の独立した電源が4組、必要だが、商用量、EVET、MOSFET では、ゲート電流が非常に小さいことからコンデンサに電した電化で駆動できる、ブートストラップ回路。ただしコンデンサが不良になると、ゲート信号が出力できなくなる欠点があるため、以下に示す。 IP 無駆動の小型インバータで採用されている程度出る。N チャンネル縦型 MOS フェットのドレイン側に P コレクタを追加した構造である。P コレクタからの成功の注入により、N ベース層の導電率変調が起こり、抵抗が低下する。このため、MOS フェットと比較すると高電圧の用途に適している。その一方で、注入したキャリアの消滅に時間がかかるため、 ターンオフ時間が長くなる。1980年代から製造されているものである。オフ時に空飛ぶお層がコレクタ側に接触しているものであり、エピタキシャルウェーハーを使用し、コレクタ側からキャリアを高濃度注入し、ライフタイムコントロールを行う設計となっている。特徴として、次の点が挙げられる。ウェーハーを薄く加工し取り扱う技術の進歩により、1990年代、 中頃から製造されているものである。オフ時に空飛ぼうし層がコレクタ側に接触しないものであり、フローティングゾーン、フラッィングゾーン上原を使用し、コレクタ側のキャリアの注入濃度を下げ輸送効率を上げる設計となっている。特徴として以下の点が挙げられる。2000年代よりトレンチゲート構造やコレクタ側にフィールドストップ層を形成した。 より温電圧が低くスイッチング損失の少ないものも製造されるようになった。結晶血管密度が高いダイシング側面でのキャリア発生を抑えることによって逆耐圧特性を持たせたものである。双方向スイッチングを構成するときに逆耐圧を持たせるためのダイオードが不要になる。素指数の低減によりコストダウンと小型化、軽量化が可能となる。また、 温電圧の半減が期待できる。交流から交流の直接変換要素として開発された。1990年代になってからは、イベットを中心に制御信号増幅回路や電流、電圧、温度といった保護回路、寒流用ダイオードなどが一つのパッケージに収められた IPM、インテリジェンタパワーモジュールと呼ばれる電子部品も登場している。 定番の電力制御回路がまとめられたことによる利便性の向上だけでなく、組織間の配線短縮によるインピーダンスの低下を図れるため雑音低無期待でき、装置の小型化に寄与し、信頼性も高まる。従来のモジュール形状のほかディップやシップパッケージなど、小型のものも登場し洗濯機、冷蔵庫、空調機器の毛沢動用などのほか、小型汎用インバータなどで使われる。 制御をインバータ化することで周波数や電圧を問わず共通仕様のモーターが使用できるため生産コスト低減に寄与している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。